ス。それではようこそキューちゃん。おGood evening. How are you? Good. How are you? Very good. 自己紹介お願いします。Can you introduce yourself? Yes.、My name is Jonathan Graham. I am 27. I'm from、Los Angeles, California. This is my 8th visit here to Japan, and I've been here now for 2 weeks promoting my Valentine's chocolate. あの、ジョナサンさんという方なんですけど、アメリカから来て、27歳、8度目の来日で、日本に今2週間目。はい、来日してから2週間経ちます。で、今バレンタインチョコをプロモーションしている方です。あ、そうなんですか。そうです。皆さん、彼はですね、イギリスのチャーチル元首相や、マリリン・モンローなど、時代を象徴する著名人が愛してきたアメリカにあるチョコレートの老舗コンパルテ・ショコラティエの若きショコラティエであり、経営者でもいらっしゃるんですよ。で、そうで、創業62年の歴史を誇る老舗チョコレート店のショコラティエとなったのは、ジョナサンさんがなんと19歳の時に、なって、4年後にすぐオーナーになっちゃうんです。でそれ以降世界中を旅して、旅先でインスパイアされた新しいレシピを次々と開拓して、伝統の味わいと斬新的なデザインが合わさったチョコレートを作る、そんなチョコラティエとして全米で、すごく有名になってるんですよね。で、実はですね、その注目度で、今年1月アメリカの雑誌「フォーブス」でですね、マーク・ザッカーバーグさんとか、レディー・ガガさんのと次ぐらいにその彼もそれに出て、今後の世界の有望な30歳以下の経営者トップ30に選ばれたんです。すごい人がいらっしゃいましたね。よろしくお願いします。これショコラティエっていうのは、ショコラティエって何なんですかね。 What is a chocolatierTo be a chocolatier means to make chocolate, actually. So, you don't have to take any kind of training. You just need to be really good at chocolate. まあ、言葉の通り、チョコラティエというのはそのチョコレートを作る人。なので、まあ、特殊な能力というよりも、そのチョコレートを愛する、チョコレートを作るのがもうその基本となっていることですね。で、なんでそのショコラティエになろうと思いました？ Why did you want to become a chocolatier? You know, originally it was a family business, and I love food very much. So, I decided to mix food and art andfashion and design all together to create a new version of Compartes. もともと親の代から続いてるビジネスで、彼もそれを受け継いだ時に、まあ、彼はその味だけじゃなくて、そのファッションだったりデザインだったり、チョコレートのに新しい要素いっぱい入れて、さらなる新しいものを作りたいということで、始めたそうです。で、日本にはね、たびたびいらしてるそうなんですけども、日本でなんかそのチョコレート作りで生かされたというか影響を受けたものってあります？ You've come so many times to Japan and you've traveled around. Yes. So what kind of things have you been inspired here in Japan? You know, I love Japanese culture. I love Japanese food. Some of my favorite flavors that I make in the USA are wasabi, shochu, green tea, matcha green tea. I love green tea, and yuzu, of course. And I'm inspired by all my travels all over the world. まあ世界中旅してるんですけども、日本で特にインスパイアされた味もありましてね、そのうち一番私が気に入ってるのはそのわさびだったり焼酎だったり、抹茶、そして、まあ、今一番注目されてるのがそのゆず味のチョコレートを今開発して売れていますね。そんなジョナサンなんですが、来週14日はバレンタインデーですよね、太蔵さん。そうですよね。そうです、今日はジョナサンさんのおすすめチョコレートをお持ちいただきました。We've got a lot of flavors here. We have caramel, we have the cinnamon latte, we have the chocolate heart, which is the white chocolate, and then the green one, which is the last one, that is a yuzu. これはですね、5つのチョコレートが入った箱なんですけど、この中には、キャラメル、シナモン、でハート型のやつと、あとゆず。And the last one is Earl Grey tea. Earl Greyのチョコレートがあります。So, please enjoy. で、これにはそのスカル、骸骨の顔が描かれたオリジナルデザインで、ハリウッドのセレブでもすごく大人気です。なるほど。じゃあ目の前でやりますから、いただきましょう。いただきます。しかもね、やっぱ箱がかわいいですね。リボンにも
ね、スカルのデザイン描かれたりとか、すごくかわいい。しかも限定するのは、日本人の限定弱いからね、はい、だから人気、はい、早く食べなさい。はい、私はいいですよ。ちょっと美味しい。美味しい。僕はキャラメル味食べてるんですけど、甘すぎず日本人にぴったりです。これは美味しい。私ね、柚子、柚子めちゃくちゃ合う。柚子とチョコレート、これもあれですか、日本を旅してインスピレーションっていうんですか、受けたんですか。 Absolutely. I love citrus with chocolate, so lemon or orange, and then the Japanese traditional citrus is yuzu. So of course I brought that ingredient back, and it's very popular flavor in the USA. そうですね、あの私柑橘類とチョコレートを混ぜるのが大好きなんですけど、この柚子っていうのはあの日本であのすごく味わわれてる味で、もうすごく気に入りました。でアメリカではすごくこうあのあんまり知られてないものなんですけど、やっぱりこういうものを混ぜてすごく日本の伝統を伝えてくださるということですね。優等食素、これ虜になる。何を食べてるの。私アールグレイをいただいてるんですけど、ありがとう。周りのチョコと中のその生チョコみたいな感触が一気にそのクリーミーさとアールグレイ、紅茶の香りが広がるから、なんかチョコレートと紅茶を一緒にいただいてるっていう一石二鳥の美味しさ。一石二鳥。うまいね。We make over 100 different flavors in our USA shop, so you have to come and try them all. あのアメリカでも100種類以上のチョコレートの種類がありますので、ぜひあのロスに来たら遊びに来てください。100種類。私チョコ作ったけど、ダメだね。やっぱりプロは違うね。当たり前ですよ。一生しないで。僕もハートのホワイトチョコレート食べたんだけど、やっぱりホワイトチョコレートのまろやかな感じがすごくもう美味しくて、本当にもう美味しいです。タイじゃない。ありがとう。タイではない味ですね。このまろやかっていうのはすごい美味しい。カツさんはちょっと大人味。シナモンラテ。チョコレート食べた後にそのシナモンのほのかな香りがね残るんですよ。すごく美味しい。甘くないの。そうなんです。アメリカどれを食べても美味しい。アメリカのお菓子っぽくないですね。そうですね。さっぱりしてる。ジョナサンよかったらいっぱいください。素晴らしい。さあ、ジョナサンさんね、このチョコレート本当に皆さん買いたいと思うんですけれども、どこで買うことができます。We could buy them. We have 6 shops in Japan right now. The main shop is in Aoyama, and then we also have it in some of the department stores, and of course the original shop in Los Angeles. You could see my big billboard with my face, so you can always remember that's again in Aoyama. And we also have a Twitter page, which is @compartes, @compartes. 実はですね、青山にあるチョコレート店を含め東京、神奈川に6店舗あります。で、実はあのこの青山のやつには私の顔が一番前に出てますし、あ、本当だ、これ看板になってる、はい、来週のバレンタインに向け、美味しいチョコをご用意していますので、また来週14日までは新宿伊勢丹地下1階の特設コーナーでも販売しています、うん、で、特定商品もあるそうですので、ぜひ箱を、運んでみてください。で、ツイッターでも、ウェブサイトでもありますので、ぜひ見てみてください。はい、大変美味しいチョコレートですので、ぜひ皆さんね、特別な人にプレゼントしてあげてください。ジョナサンさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. Thank you.